水のキャンペーンやってて、はい、後ろに塗り重ねとって、博多駅前広場では今日午前、水の日に合わせて福岡都市圏水キャンペーンが開かれ、節水を呼びかけるチラシと筑後川で育った有明海苔が配られました。キャンペーンは福岡都市圏の水道水のおよそ3分の1を賄う筑後川への感謝と節水意識を高めようと毎年この日に開かれていて、今年で30回目を迎えます。このキャンペーンをきっかけといたしましてですね、まさにその水の大切さ、筑後川の恩恵というものをですね、実感していただければというふうに思っている次第でございます。今日から今月7日までの水の週間に合わせ、福岡都市圏の17市町で同様のキャンペーンが行われます。